かかみがはらし、かかみがはらしは、岐阜県の南部に位置するし、農林平野の北部に位置し、中仙道の宿場町、鵜沼宿として栄え、近年は自衛隊岐阜基地などに関連する工業都市として、また、岐阜市や名古屋市のベッドタウンとして、発展を遂げた人口で、岐阜県三の都市である。市内には、岐阜大学農学部跡地に作られた。 かかみが原市民公園をはじめとする多数の大規模な公園緑地があり、パークイコール公園都市を目指すことを市のまちづくりの政策として掲げ、2005年に緑の都市省内閣総理大臣賞を受賞している。北部から東部にかけては俗に、かかみが原アルプスと呼ばれる標高200から300メートルの秩父湖清掃の砂岩、チャート総山地が広がり、南部を基礎川が流れ、 愛知県との県境となっている。市の中心部には、標高30から60メートルの各見ヶ原大地が広がり、極めて水はけの良い鉱石層の黒木土壌であるため、稲作には不向きで、宇沼宿塾などの宿場町や街道沿いに、町があったほかは、明治期までは大部分が原野であった。名鉄の六軒、二十軒という駅名や、ため池の小笠池は、当時の名残である。明治以降は、 このような広大な原野と水はけの良すぎる土壌を生かす形で軍事基地や演習場、かつては岐阜大学の農学部と工学部が置かれ、機械や紡績の工場、少ない水で成長する人参などの生産が主な産業となった。産地は古生代、中生代のチャートが主体で、硬いチャートが侵食されずに残ったもので、産地が 空中写真でという形に集局していることが確認できる。うぬま地域の木曽川の岸からは、ジュラキの放山中が豊富に出土し、うぬまと命名された放山中もあるほどである。2004年に合併した旧川島町や旧稲葉城の南側は木曽川によって運ばれた中石の平地が広がっており、古くから木曽川が氾濫しやすい地域で、洪水が発生するたびに地形が変わるいくつかの 川中島で形成されていた。昭和20年代にようやく現在の河川流域に定まり、基礎川が3つの流路に分けられ、三波川と呼ばれている。北波川は現在は新境川流路となっており、機能していないが、南波川は愛知県との県境となっている。かか原市の地名を参照、詳細はを参照、かか原市議会、工業出荷校は、 県内第2位であり、飛行実験体に位置付けられている、航空自衛隊岐阜基地に隣接する川崎重工業株式会社の岐阜工場、川崎重工業航空宇宙、システムカンパニー航空機工場、所在地は、無限市川崎町などの関連航空機部品企業群、自動車関連工場など輸送用車両機器、金属団地にはその名の通り金属加工企業が、軍立している。 市北部の末井町に位置するテクノプラザはバーチャルリアリティやロボット技術の研究開発拠点として岐阜県庁により設置され、早稲田大学オーバットハウス研究所や岐阜県科学技術振興センターを中核とし、事業所や研究開発専用の産業団地で構成され、多くのベンチャー企業が進出している。また、日本一ソフトウェアなど、 テクノプラザ出身の企業から上場企業も誕生している。かつては、岐阜大学の工学部、農学部と付属農場があったが、工学部は1981年、農学部は1982年に、岐阜市流土に移転した。跡地は、各見が原市民公園になっている。すべて市立、すべて公立、すべて市立、市の中心となる駅、 かかみが原市役所前駅。名古屋市からの鉄道アクセスは、名古屋鉄道を利用であれば、名古屋本線を利用し、名鉄岐阜駅で乗り換えるか、犬山線、または小牧線を利用し、犬山駅で乗り換える。JR 利用の場合は、東海道本線の岐阜駅で、高山本線に乗り換える、一部特急、ワイドビュー飛騨のうぬま駅停車あり。岐阜市内とのアクセスは、 運賃や所要時間では JR に、運転本数では名古屋鉄道に分がある。他に、市外ではあるが、JR 木曽川駅、尾張一宮駅、名鉄笠松駅、犬山駅、茅森駅,駅、江南駅などが、市南部のアクセス圏内である。2005年までは、市北西部のごく一部区間を、名鉄みの町線が通っていたが、東市内に、駅は設置されていなかった。 2005年までは、毎年5月に笠田広場で黄金景気区祭りが開催されていたが、黄金景気区が外来種で駆除対象の植物となった煽りを受け、2006年以降、中止が決定。同市に位置する航空自衛隊岐阜基地は、1917年、大正6年に、各ヶ原陸軍飛行場として開設されて、以来、現存する飛行場としては、 国内最古の歴史を誇る国内最古飛行場は1911年、明治44年月1日解説の所沢陸軍、飛行場であるが戦後に飛行場機能は喪失。航空自衛隊に配備される新型機や航空機に関連する装備の試験等を行う飛行開発実験団を用していることから、日本一早く最新鋭機が飛行しているところを見られる。 毎年秋頃に開催される航空祭では一種混成編変態と呼ばれる全国の航空祭でも珍しいフライト形態を眺めることができる。基地内に防衛省近畿中部防衛局、東海防衛支局岐阜防衛事務所と防衛装備庁、岐阜試験場が所在。また、基地と隣接して、川崎重工業航空宇宙カンパニー、岐阜工場と、 陸上自衛隊森山駐屯地の分屯地で、あ、岐阜分屯地が所在する。かかみがはら陸軍飛行場は、アメリカ軍の空襲を受けている、かかみがはら空襲。岐阜県で、焼夷弾ではない大型爆弾、一トン爆弾を使用した空襲を受けたのは、ここのみである。四発足から50年以上を経た現在でも、難読指名であると同時に、この地の表記。 発音は一貫していない。氏名としては、かかみが原、かかみが原を採用し、かかみが原氏は、この表記、発音を使用してほしいと、公共機関、市内企業、市内進出の企業に要請しており、名鉄は、かかみが原線の発音を、それまでのかかみが原、かがみ原から変更して、これに準じたが、JR 鉱山線は、現在も、かかみが原、かがみが原を使用しており、 岐阜県立かかみが原高校は、かかみが原、かかみ原とする。これには、小説があり、校歌を作詞した、ときぜんまろが地名を勘違いしたため、今さら校歌を変更することもできず、校名を変更していないとも言われているなど、公共機関ですら一貫していない。かかみが原市民や近隣市長の住民の間でも、かか、みはら、かがみはら、かかみが原。 鏡ヶ原の故障が使われており、一貫性はない。なお、一番多い故障は鏡原である。この北一時期十代を中心に、ぱらという故障が流行したことがある。地名の由来は、古代に鏡作り部、鏡作り部、同郷などの鏡を作る特殊技能集団がいたことからと言い伝えられている。鏡孫氏また、別の説では、 鏡地域のほぼ中央にある村国神墨田神社に鏡作り部の祖神である天ぬか戸命、石こりどめの命の不信が祀られているからとも言われている。いずれにしても鏡が、か、神、かかむから鏡となったということである。律令の時代には、覚悟この場合は発音はかかむとも書いた。死匠のマークは、 高見ヶ原市の各の字を模式化したものだが、四つのし形が、市発足当時の旧厚生町、旧中町、蘇原町、宇沼町、稲葉町の四町を表し、四町が緊密に協力し合い、市の発展につなげていくという願いを込めて制定された。1956年、昭和31年に、新市町村建設促進法が施行された際、 稲葉郡の内宮、鏡郡を中心とした地域、中町、蘇原町、宇沼町、稲葉町、芥見村の4町1村で合併し市政志向が計画されたとい。しかし、芥見村は、名鉄見の挑戦、長良川、県道、後の国道156号により、岐阜市とのつながりが強いこともあったため、岐阜市への編入を選択することとなり、実現に至らなかった。 かかみが原市では昭和50年代に硝酸性窒素による地下水汚染が発見された。原因は特産物である人参の工作地で使用される窒素肥料の流出であることが後に判明するが原因特定まで20年の時間がかかった。かかみが原市はかかみが原大地と呼ばれる大地の上に位置しており、地質的には1メートル程度までが氷層である。 黒木土と呼ばれるもので、そこから、基部岩盤まで最大100メートル程度の山層の、砂礫層が存在している。このような地理的状況から、表層面は、水はけが良い反面、地下水が豊富で古くから井戸などにより地下水を利用してきたが、表層の汚染が地下水に浸透しやすい状況であったと言える。現在は、減肥対策によってある程度の汚染軽減が、なされているが、 あくまで負荷がゼロになったわけではないため、依然として汚染が存在する状態が続いている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。